ちゃん。私は今からこいつと旅立つ。お前も世界変えろよ。何やってんの母ちゃん。ちょ、やめろよ、おい。なんだよこれ。エリンギのキーホルダー、さっきそこのスーパーでもらったの。そんなことより姉ちゃん旅に出るって言ってどっか行っちまったぞ。いいのかよ、ほっといて。いいかい、サトシ。女ってのはね、一度は旅に出るものなのよ。母ちゃん、エリンゲ。ああ、わかんねえ。何がわからないんだい？びっくりした。いつからいたんですか？心外だな。ずっといたよ。何やってんすか先生。何ってお前、大事な教え子が悩んでたらほっとけないだろ。で、何悩んでんだよ。ほら先生に、ほら、ピアスとか。ピアスだと。ああ、やっぱ何でもないっす。すればいいじゃん。あんた教師だろ。少しは止めろよ。だってよ、お前も知ってんだろ、うちの校長。俺の神さんだぞ。そりゃどうでもよくなるだろ。もう何なんすか。お、ピアスのことならお前、ジャックさんに聞けよ。ジャックさんってあの民宿開いてる人ですよね。うん、あの耳からいろいろぶら下げてる人。何？いや、あの、あ、おめえいいもん持ってんじゃん。くれよ。俺大好きなんだよこれ。あれ、一本エリンギないんですけど。で、何かよ。あの、なんだよ、はっきり言いなさい、はっきり。あの、耳に穴開けたら、なんか変わるんですかね。そりゃおめえ、そりゃ俺も、開けてから何十年にもなるけど、そりゃおめえ。変わったんすか。開けちゃったかな。まあいいか。おお、少年、世界は変わったか。
まあ結局よ、セックスしてもタバコ吸っても耳に穴開けても自分の中の世界っていうのはそんなに簡単には変わんねえんだよ。なんで昨日それ言わないんですか。ジャックさん、エリンギ好きっす。人生なんで変わるか分かんないもんだ。